炎上久保、立て房、日本代表でもう少しゴール数を増やしてほしいとの声上がる。立てもゴール数増やしていかないと、半分以下の出場数の刑にあっさり倍差つけられてるからな。団員がいきなり2時したから立ても燃えてるはず。上が試合後に言ってたけど、立てはフォワードが動くと必ず見て出してくれるから走りがいがあるらしいんだ。まさにヤングケアラー。立てしかまともにチャンスメイクできる人いないんだもん。代表での立ては介護士、立てがボールを持つと小じきがくれくれするんだ。逆に立てにラストパス出せる選手はいないんだ。結論、立ては代表ではアシスト伸ばすのが現実的。実際そこそこ多いはずなんだ。ダブル背後のポイジャパンでは糸と並んでアシスト王なんだ。出場時間は糸の方がかなり多くて、その分 G も糸の方が多いが、糸の出場時間は竹のほぼ倍の時間で、糸12スコアポイントで竹9スコアポイントなんだ。竹ってもともとチャンスメーカータイプだから、フォワードの介護はある程度望むところなんじゃないか。代表ではトップ下ということもあり、個人のゴールより確実なチームのゴールを選択してる感じ。竹依存性の小じき、フォワードの大量発生だけは懸念なんだ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。